雲がかかるマッターホルンスイスの観光では、スイス連邦における観光についての概略を示す。スイスへの観光旅行は19世紀初頭に、イギリスの登山家がアルプス山脈への登頂を目指したことからスタートしたと言われ、1857年にロンドンで世界初の登山クラブであるアルペンクラブが設立された。また19世紀後半からは、 アルペン機構での結核の治療のために、アルプスを訪れる人が増えたことも、スイスの観光産業において大きなきっかけとなった。1894年のアーサー・コナン・ドイルの小説、シャーロック・ホームズの最後の事件で、ホームズとジェームズ・モリアーティが、ライヘンバッハの滝で退治したというストーリーも、スイスの観光地としての名声を上げることに、繋がっている。 来ンバッハの滝スイスの観光における統計は1852年より取られていたとも言われるが、現在までに分かっている。最も古い統計は1934年のものであり、2004年からは連邦統計局独自の統計ではなくスイス、ツーリズムフィギュアスという出版物に形を変えたものの、それは現在まで続けられている。2006年版では4967件の ホテルが登録されており部屋数は12万8000室、ベッド数は24万台となっている。これらのホテルの年間の稼働率は41.7%と2005年度に比べて2%上昇し、これは3880万泊分に相当する。これらの宿泊施設は、グラウビュンデン州に14%、バレー州と東、スイスに12%ずつ、 中部スイスに11%、そしてベルン州に9%があり、その土地における観光業の相対的重要度を示す地元の人口と宿泊客数に関する指数は、スイスの平均が1.3であるのに対しグラウビュンデン州が8.3、ベルン州が5.3と高い数値が出ている。また、スイスに宿泊をした人のうちセントが外国籍の人であり、 うちドイツ人が16.5%、イギリス人が6.3%、アメリカ人が4.8%、フランス人が3.6%、イタリア人が3.0%となっている。これらの観光による経済効果は燃料費の高騰といった要因を含む交通分野も含めて133億スイスフランに上るとみられ、 スイスの GDP の3.6%を占める。ベルン市マイエンフェルト市スイス連邦院ベルニナ急校。ありがとうございます。